みなさんこんばんは、イコールラブです。はい、ひとみんこと高松ひとみです。はい、みりにゃこと大谷えみりです。はい、はなちゃんこと大葉はなです。イエーイ。はい、ということで始めていきましょう。はい、せーの、イコータイム。やった、始まりましたね、イコタイム。はい、はい、本日は第18回イコタイムをご覧いただきありがとうございます。この配信は私たちイコールラブが明るく元気にトークやいろんな企画に挑戦する憩いの場、イコタイムです。はい、ショールームで最も愛される配信になることを目指しているので、たくさんコメントをして参加してくれたら嬉しいです。はい、今日の進行は私、はい、高松ひとみ、初めてなんですけど、ね、初めて進行でお届けします。初めて感ないもん。そう、選ばれなかったの今まで。なんでだろうね。なんでだろう。なんで面白くないからだよ。そういうことじゃないよ。絶対そうだよ。だって一番最初に選ばれたじゃん。だけど、そうだった。そうだった。そうだよね。そうだったっけ、忘れちゃったの。でもやったよね。やったー、やってたー。はい、ということで、はい、見えにくいですね。そうですね。はい、今日は、はい、バレンタイン&大葉花バースデー特別配信でーす。パフパフー。はい、そして皆さん、こっからが大注目。何だい、聞いて。何、私がさっきツイッターで告知した特別なことが、うん、今日は起こっちゃうんですよ。わー、何、気になる。はい、見に来てくれたあなたしか知らないこと。なんじゃ。今日の放送の最終ランキング上位10位に入ったユーザーさんの中から、はい、抽選で1名様にバレンタインスペシャルプレゼントを送ります。やったー。いや、初めてですね、こういうプレゼント系は。プレゼント系は初めてです。番組終了直前のランキングをね、最終結果とするので、はいはい、まだこのランキングじゃないんですけど、はい、皆さん最後までお見逃しなく、お願いします。はい、楽しみにしててくださいね。1位から10位までの中で抽選だから。そう、さらに抽選。そっか、誰が当たるか分かんないから。そうだよ、ドキドキだね。よろしくお願いします。中身プレゼント言っちゃおうよ。言っていいの。うん、こちらのカードから私たちのメッセージをね。はい、バレンタインメッセージやで。1人に3人分。そういうこと。そういうことじゃない。すごいね、これは。え、豪華、豪華すぎない？ちょっと待って、可愛くない？めっちゃ豪華すぎない？どれがいい？どれがいいとも可愛いね。え、可愛い。バレンタインっぽいのはこの2つ。誰誰誰誰。私もこれがいいと思った。じゃあこれにしよう。決まりました。これがいいと思った。なんでそんな感じ。なんか花ちゃんと被ると思ってなかったから。いや、なんで。いいじゃん、いいことだよ。どれ選ぶと思った。花ちゃんはなんかこういう。なんで。いいじゃん、可愛いけど。花ちゃんがこれ選ばせて。はなちゃんごめんね。なんで。はい、ということでね、ちょっといろんなことを書いちゃうので、はい、いろんなこと書いちゃうので、みんなぜひ終了までに10位以内にいたらいいなって感じですね。、うん、そうですね。はい、はいはい、そして、はい、画面下にあるツイッターマークをクリックすると、この配信の宣伝をツイッター上に拡散できるので、はい、ご協力お願いします。はい、結構でもいつもねツイッターマークついてる人、ね、ついてる。そうだね、ありがとう、拡散してくれて。はい、それではね、ここで拡散タイムでーす。はーい、はい、ということで今から私たちのね、おー、え、何ですか。いただきます。ケーキじゃないのこれ。え、開けるんですか。え、ケーキだ。なんで。あ、はなちゃんのってことですか。え、サイドだと思ったの。え、なんでケーキあるんだろうって思って。なんか、誕生日プレゼント。すごい、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 はなちゃん、すごい、はなちゃん、お誕生日おめでとう。出てきません。メインや、しっかりして。眠りだ。出てきません。爪きれいにしてきたから。あ、出ます。すごい、すごい。じゃあ、はなちゃんが持って。やったー。あー、怖いね。はなちゃんが持って落とさないで、ね、もうすぐバレンタインだからさ、私ずっとさ、ネットでさ、チョコレートの動画ずっと見てたの。なんで、なんで。はい、よし。ありがとうございます。またいるべき。
美味しそうだね。素敵、おめでとう、はなちゃん。ありがとうございます。びっくりしたケーキが出てきて、ね、なんだろう何だと思ったの？なんだすごい驚いたけど。バレないんだからやっぱなんかそうだけど何のケーキかなって思って。私たち向けても特別なことだってこと。おめでとうっていっぱいコメント来てる。ありがとうございます。はい、じゃあそれではね。はい。今日の企画に行く前に。はい。あ、食べる？食べる？うん、食べなっちゃう。食べる。どうぞ。何歳になったんですか？19歳になりました。あら。大人じゃないですか。大人だから大人っぽいんじゃない？あ、じゃあ大人の食レポ。あー、いいですね。お願いしたいです。え、なんかなんだろうね、そこまでちゃんとふわっとしてます。お、ふわっとしてる。中がなんとふわっとしてる。ケーキだからね。そうですね。あ、すごいツルンツルン。カスタードがなんと中から現れました。層になってます。いただきます。すごい。なんだ食レポでよくある顔。濃厚、チョコレートがとても濃厚で美味しいです。周りのチョコがすごい強いですね。感じます。美味しいです。以上でーす。はるちゃん、はるちゃん、なにはるちゃん、なになんで怒んの？普通だよ。ごめんなさい。じゃあなんて言えばいい？え、そうだよね。じゃあなんて普通だったね。じゃあなんて言えばいいの？あ、まるで、まるで、まるでチョコレートの怪物だー。それ褒めてるのか？褒めてるよ。褒めてない。褒めてるよ。ミリニャは？ヘタペやな。え、してくれるの？してくれるの？するよ。え、いいんですか？え、うんとし。うんとし。やめてください。やめてください。もうすぐ21になるミリニャも食レポしてくれるそうです。え、嬉しいな。みんなちゃんと耳を澄まして聞いて。何て言ってくるかな。うん、何、濃厚。まるで、まるで花丸。ねえ、ほんとにね、はなちゃんより下手なんだけど。怪物でもなんでもないじゃん。ごめんなさいね。どうだった？めちゃめちゃ美味しい。え、ごめん、おしゃれじゃない？うん。え、この中身食べたいの？中身食べたい。めっちゃ美味しいよ。中はなんかプリンみたいな。ほら、あ、ほんとだ。プリン当たっちゃった。当たっちゃったよ。はい、じゃあ堪能しててください。はい、美味しか。はい、それでは、まず前回のメンバーから私たちへのお願いを聞く、はい、お願いタイムをやりたいと思います、うん、前回のメンバーからのお願いは何ですか？何ですか？何ですか？皆さん教えてください。バク転？バク転？バク転だよ。バク転、バク転って何言ってんの？ちょっとなんかコメントバグってるのか。バク転？バク転？え、私たちにバク転を。え、これ違うやつかな。え、これなんかさ、別のさ、配信でさ、うん、コメント来てるんじゃん。あ、多分みんな違う番組見てるんだ。違う番組見てるんじゃない？私たちは前回のメンバーからのお願いを聞いている。え、ここの、この会場でバク転をやれって言ってるの？誰かできるメンバーいたっけ？え、でもさっきさ、なんか瞳がなんか、なんかできるみたいなこと言ってなかった？なんか体操教室に通ってたから。そう、あ、バク転習ったことあるんですよ。だ、バク転習ってた。体操教室行ってた。今できる。できるわけねえだろ。できるわけねえだろ。どうやってやればいいや。え、じゃあどういう風にする？じゃあちゃんと何かをバク転させようよ、うんうん、何がいい？ね、どうすればバク転してるように見えればいいんですよ。どうしてほしいですか皆さん。何私たちがバク転をすることは不可能なんですよ、うん、やってみる。試し。え、だってバク転とかできる？できないよ。側転もできないよ。できない。でんぐり返しの前回りしかできない。あ、もうそしたら私今トップだわ。え、何ができる？私側宙できるから。何それ側宙って？側転の手つかないバージョン。どういうこと？待って、今度バク転待って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 、今度披露する。今度披露する。そっちにしてる。側転の手つかないとさ、なんかはい、じゃあ後でね。想像ができないよね。全然は。あ、ぬいぐるみをバク転させて。え、いいね、それ。ね、そんなんでいいの？え、いいの？いいよ。そんなんしたらもう秒でやるよ。せーの。バク転ってどっち？え、こうバック、バック。え、どう、じゃあみんなで一緒にやる？みんなで。じゃあみんなで持って。尻尾持つ。じゃあ、バク転まで。3、2、1。わー！着地。大怪我。
これ大丈夫？ダメだよ、ね、ダメだよこの配信。オーケーはダメだよ、うん、どう今のはダメだった。ダメだよ。何すればいいの？ほう、なるほど。あーなるほど。じゃあ私たちが一人、どういうことですか？誰が人間がってことですか？はなちゃんだ。じゃあはなちゃん、じゃあお願いします。どうすればいいの？着地の部分だけ、着地の部分だけ、着地の部分だけ、こうだ、こうやってきて、こうやって飛ぶじゃん。全然つってこうやってきて、こうやってほうってやればいいんですか？そうお願いしますね。映ってないですか？誰もいない。映ってない。本当に映ってない。行きます。はっ、だだだだだ、はっ。1年後ぐらいにまた。そう、ちょっと前回の人たちはちょっと反省してほしいですね。そうですね、本当にちょっと無茶ぶりが過ぎるよね。過ぎるし、もうちょっと考えて、うん、そうだね、お願いいたします。私たちはちゃんとしたのを考えて。そうだね、そうね、はい、それでは以上、はなちゃんが頑張ったお願いタイムでした。すごい頑張ったな。はい、それではまずはっていうか次はこの企画、うん、はい、お話タイム。はい、最近の出来事をみんなでお話しするお時間なんですが、はい、最近あったお話といえば何がありますか？最近はね、コンサート練習だね。そうだね、毎日ずっとコンサートの練習してるよね、うん、頑張ってる、ね、なんか言えないよ ね、 見どころがどことかさ、なんか言ったらさ、もうダメだよ、全部さネタバラシ。確かにね、でもみんな筋肉痛でツイートしたりしてね。そう、うん、まあね、あとは個人的に、うん、深爪を卒業しました。待って、おめでとう。でもあのケアしただけだから。そうで、さっきなんだっけ、なんかやろうとしたら、ね、しはげちゃった。どうしたの？はげちゃった。はげちゃった。おい、言うなよ。言うな。生放送でしょ。おい、はげてないね。はげてない。ごめんなさい、言うな。ごめんなさい、すみませんでした。私は結構深爪で有名だったと思うんですけど、うん、毎日誰かしらに深爪すぎるとか、爪切りすぎだよとかすっごい言われるから、分かったよって言って爪を頑張って伸ばして、今日あのネイルサロンっていうかネイルケア専門のところに行って、爪をめっちゃ綺麗だよ。そう、綺麗に、綺麗、ツルンツルン、ツヤのピカピカのつけだよ。そう、なんかこの甘皮とかちゃんとやってもらって、形が丸い。そう、丸くしてもらって、ついに私も綺麗な爪を手に入れました。やったね、素晴らしいよ。これでみんなの仲間入りなの、ね、ちょっと心配してたんだ。昨日じゃ、今日の朝塗ったんだ。あ、え、てか思った、色ついてる。はなちゃん、なんで、どう、びっくりした。自分で塗ったの？それで。え、上手だよ。でもなんかもう下手くそすぎて、この親指がもうぐっちゃぐちゃになっちゃって、うん、で家出る直前に塗り直した。でも綺麗、ブヨブヨになるよね。本当にブヨブヨになる。え、やっぱり。そう難しくない？塗る前にやったりするとブヨブヨになって起きる。え、わかる。え、お風呂に入る前に一回塗ったことがあるの。それはまた。お風呂に入ったら、なんで？すっごい勢いで取り始めて、え、なんでこんなにさっき塗ったばかりなのに、それはなんで取れんの？もうやだって思って。はなちゃんってそんなことあったっけ？ねえ、ねえ、本当に。そんなね、びっくりしたの。だから、そうよ、すぐお風呂入んない、もう、うん、当たり前。メールした時は全然知らなかった、ね、そういうこと。ポンコツ、ポンコツはなちゃんじゃん。ポンコツ出ちゃった。出ちゃったね。やだ、なんかあった。うん、何があった？え、なんかめっちゃ見るじゃん。私は、もうね、思い出せないの最近。年です、年。そういうわけじゃないですけどね。本当に？え、な、でももうすぐ、うん、多分私が次誕生日だから。そうだね、そうだよ、うん、じゃあ食べたいケーキ言っときますね。ねえ、めっちゃウケるんだけど、やばくない？ねえ、ウケる。食べたいケーキ。ミリニャッポ。何がいい？でも好きなのは、うん、
フルーツタルト。あーあいいね。あ、私の時フルーツタルトだった。あ、ほんと？そっか、そうだったじゃん。私今日何が出るかすごい楽しみだったの。うん、で、あ、出るって分かってた。分かった。分かった。あ、そうだったんだ。そう、まあ私この間誕生日だったし、今日ケーキ出るかなって思って楽しみにしてたら、うん、チョコレートで嬉しかった。え、よかった。これ本当に美味しそう。めちゃめちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しい。やばい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 。え、下もしかこれ待って、あ、なんでもないでーす。チョコクリームやで。はい。じゃあそんな感じで話したいことは話したかな。はい。はい。オッケー。それでは続いての企画に行きます。はい。題してバレンタイム。バレンタイム。バレンタイム。ということで、あと2日後はバレンタインですね。やら、はい、早いね、バレンタインなんて、ね、バレンタインとかね、もうなんか気にしなくなったわ。なんかもうさ、友チョコとかもさ、ない、なんかなくなってきたよね。なくなった、うん、なくなったね、だいぶ。で、うん、前回もやったそうです、この企画、うん、今から設定を決めた状態で一人ずつカメラに向かって告白の演技をしていきます、はい、3人が告白し終わったらユーザーさんは誰の告白を OK にするか1人決めてください。告白 OK？ はい。あら、なるほど。投票で1位になった人はカメラの前に1人だけ残ってその後の演技を続ける権利がもらえちゃうだって。花ちゃんおめでとう。全然嬉しくないよ。なんで嫌だね。なんで、なんで。すごい私に振ってくるじゃん、さっきから。みんなほらおめでとう花ちゃんだよね。そういうこと。花ちゃんやね。おめでたいから。でも私こういう投票系絶対最下位になるじゃん。いや、そんなことない、わかんない、わからない。いや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 、ほら花ちゃんも何も、え、でもさ、演技でさ、こういうのさ、なんかさ、セリフ考えちゃうのさ得意じゃない、お二人さん。いや、得意ですよ。え、そんなことないし。え、なんかちゃんとさ設定とか細かく考えて。待って待って、今日は花ちゃんの日だよね、わかってるよねみんな。いや、わかんない、わかんない、みんなわかんないよ。はい、じゃあということでですね、はい、早速順番を決めていきたいと思います。はい、順番を、2、3人目はちょっと待ったで入ってくるということで。わかりました。すごいね、あのすごいやつですが、設定はどうやって決めるんですか。設定、あ、なるほど。じゃあとりあえず引く、どれがいい、このままでいい、このままでいい、はい、せーの、じゃん。あー、ワン、ツー、スリー。待って、強いよ、強い。あ、でも勝っていいもんね、勝っていいもんね、みんな。いやいや、おめでとう、ね、どうだよ、おめでとう。どっちだろうね、でも最初の方かもしれない。そんなわけないって。はい、設定は憧れの先輩に告白。憧れの先輩に、憧れの先輩に告白。どんな先輩かしら。どんな先輩するか決めとかないとさ、うちら設定合わなかったらどうする。絶対さ、バラバラだったらどうする。いや、どうする。決めちゃう、ひとみちゃん。憧れの先輩、どういう先輩がに憧れる。いや、どういう人に憧れる。そもそもさ、女に憧れるからさ。めっちゃわかる。わかるでしょ。だから男性の先輩で憧れでしょ。なんだろうね、でも好きな人でしょ。学校にいればいいんだよ、好きな先輩に告白。だからあの、なんていうの、シンプルな人。そうだね、人間、シンプルな人間でいきましょう。人間ね、はい、シンプルに。全然何にも思い浮かばないけど、どうするよ。どうしよう。ちょっと待ったで入ってくるんですよ、ひとみちゃんが告白してるときに。ちょっと待ったなんかしらけちゃった。ごめんごめん、マジで今本当に考えてて、マジで無視しちゃった。今何にも考えてないから。何も考えてない。え、はい、それではその場で OK だそうです。OK、はい、せっかく立ったのにね。そうだね、大丈夫だね。え、なんで、ま、これはまあ勝つのはね。いや、わかんないですよ。なんでそんな、なんで今日スペシャルですから、今日はね。花ちゃんスペシャルですから、みんな私たちの振りわかってるよね。わかんないってさっきから言ってるけど。はい、ということで、私から告白しよう。憧れの先輩に告白。用意、スタート。あの先輩、あのシンプルな先輩なのでシンプルに伝えます。私、シンプルな先輩のことがシンプルに好きです。付き合ってください。ちょっと待ったー。ちょっと待ってください。そこのシンプルな先輩、私の方がひとみちゃんよりシンプルにあなたのことが好きなんです。だから本当にシンプルに
私と付き合ってくれると嬉しいなって思うんです。シンプルに一緒に学食を食べたり、一緒に教室に行ったり、一緒に登下校したりしたいなって思うんです。だから付き合ってください。ちょっと待った、シンプルな先輩私の気持ち知ってましたよね。シンプルな先輩に似合うような可愛い女の子になれるようにシンプルに頑張ります待っててください。終了ねえ誰が勝つの本当に。あれ待って違う、違うね、反対になっちゃった。はい、シンプルに。それでは皆さん、一番良かった、続きが見たいなって思った、うん、告白を OK してもいい人、シンプルに投票してください。スタート、うん、スタート。シンプルにね、シンプルに。なんかさ、こんなシンプルなのにさ、ちょっと待ったーって、ね、ちょっと待ったの主張強すぎたねでも、ゆめちゃんシンプルラブ、シンプル、シンプル、わかんないよ、ほら50歩100歩、シンプル、どれもどれだわ。シンプルな3人だったね。そうだね、やっぱシンプルな先輩のことがシンプルに好きだから、やっぱシンプルにはシンプルが近づくんだよ、シンプルに思いを伝えないとシンプルなことは伝わんないからさ、うん、やっぱりね。はい、それでは終了。結果、告白の続きができる人は誰かな。こちらです。え、待って、めっちゃ僅差なんだけど。僅差だよ、僅差だよ、僅差だよ。今日のハッピーガール、ウーバハナちゃんの続きが見れます。おめでとう、やっぱり。それはもう準備、入って。そして私たちは振られちゃったから、しょんぼり。残念だね、見たかった。じゃあ、バイバイ。いいよ、行かないでよ。シンプルな先輩に振られても私たちは友達でしょ。友達だよね、ずっと友達だって言ってたけど、でもシンプルな先輩は私のものだから。はいね、じゃあ行きますよ行ってきます。はい、花ちゃん告白成功ということで、はい、先輩とのテーマはあなたが、はい、分かりました、どうぞ。はい、シンプルな先輩、やっぱり私のことを選んでくれてありがとうございます。先輩と一緒に行きたいところはやっぱり先輩のお家かな。だから今度連れてってだから今度連れてってくださいね。シンプルな先輩のこと、もっと知りたいです。終了。え、ちょっと、何？で、よかったんだけど。え、よかった？え、よかったよ。え、ありがとう。マジでシンプルに良かった。ありがとう、シンプルに。シンプルに良かったですよね。シンプルに嬉しい。みんな家に行きたいって言われてどうだったの？ね、シンプルにお家に駆け込んでしまう。シンプル、ちょっと私家っていうのがすごく良かったと思う。ね、なんかシンプル、どこが来ると思った？え、なんかお台場とか来ると思った。こだわっちゃダメだと。そう、ドキドキしたわ。え、シンプルに。なんか水族館か迷ったの。なんとなくシンプルって感じですね。え、家で正解。え、よかった。はなちゃん良かったんだけど。よかった。ちょっと噛んじゃったけどね。そうだね。まあ、シンプルに噛んじゃったけど、シンプルにね、可愛かった。ありがとう。いや、でもまあいいんじゃないかな、こういうシンプルも ね今日だけ何回言ってるんだろうね本当やんな。というわけで以上、あれまだある。それでは以上、バレンタイン2回目が2回目があるそうですよ。なんと2回目が2回戦目ですよ。で、今度はね、やっぱ違うメンバーがさ選ばれるんじゃないですか。いや、今日はスペシャルですから、ね、いや、まさかのね2回目がねあるらしいんですけど、はい、でもやっぱり2回目ももうなんかやっぱ今日のハッピーガールといえばね。何何、え、今日のハッピーガールはさ、え、ハッピーガールって。はい、じゃあ行きましょう、行きましょう、行きましょう。はい、じゃあ行きますよ。はい、選んでください。はい、選んでください。行きますよ、せーの、じゃん。また2番。またねえ、私が1番になるとさ、変なさ設定になるからさ。いいんだよ、またシンプルな先輩。いいの？じゃあ、いかつい先輩とか来るかも。あ、いかつい先輩、分かった。でも先輩じゃないかも、次の設定。え、次の設定は何でしょうか。あ、コメントで。じゃあ2回目の設定を皆さんが決めていいそうなので、コメントでどんな設定、どんな告白、お願いします。
誰に告白がいいか。ちょっと待って、もう先輩やめよう。イカ釣り先輩とかわけわからんし。どういうこと？イカ釣ってる先輩？あ、イカ釣り先輩の方。イカ釣りどういう解釈をしたの？イカ釣り先輩ってどういうこと？イカ釣り先輩でしょ？イカ釣り。イカ釣り先輩って何？イカ釣りですか？なんでイカ釣り先輩って書いてある？めっちゃ面白い。ほら、もうおかしくなってるよ。イカ釣り先輩？イカ釣り先輩やば。イカ釣り先輩に？イカ釣り先輩に？マジで意味がわからない、カタカナのイカに釣りが漢字とリで先輩、イカを釣る先輩、イカ釣り先輩、イカ先輩、イカを釣る先輩、イカ釣り先輩。え、マジ本当に謎なんだけど、どんな先輩なんだろうね。うーん、何歳ぐらいだろうね、イカ釣り先輩。先輩でしょ、でも、うん、レジェンドじゃない。釣ってるところに行って、釣ってるところに行きましょう。じゃあ、なるほど、イカ釣り先輩、 先輩がイカを釣ってるそうです。わかりました。謎シチュエーションすぎるでしょ、うん、じゃあ私たちも釣りに行こう。わかった、レッツゴー。私たちは今イカ釣り先輩のことが好きなんだもん。そう、もうイカ釣り先輩のことしか考えられないの、うん、それではいきますか。3人のイカ釣り先輩の告白スタート。イカ釣り先輩、お疲れ様です。いいイカ釣れましたか？私、先輩はイカを釣るのが好きだけど、でもたまに先輩ってなんだよ、先輩ってスルメの匂いがする。でも私はどんな先輩でも好きだよ。だから今日あと1回イカが釣れたら私と付き合ってください。あ、イカ釣れた。あ、イカ釣り先輩、イカ釣れました。でも次はイカ釣り先輩のハートを釣れるように頑張ります。ちょっと待った、先輩、先輩、もう少しでイカが釣れるんです。助けてください、助けてください。よっ、イカが釣れました。先輩のおかげです。やっぱりイカ釣り先輩が私のこと助けてくれたから、こんなに大きなダイオウイカが釣れました。ダイオウ、やっぱりすごい。先輩との愛はダイオウイカ並みに大きく育てていきましょうね。告白、はい、あなたが、告白を OK したい人を一人選んでください。というわけで投票スタート。お願いします。だってダイオウイカってめっちゃでかいの知ってる？知ってるよ。どれぐらいなの？え、2メートル、2メートル以上はある。もっとでかくない？もっとでかい？こんぐらいあるってこと？めっちゃでかいな。すんごいでかいね。ダイオウイカ釣れちゃったんだって。すごい。ダイオウイカがもう先輩と一緒に、しかもハナちゃんが釣ったんでしょ？え、先輩と一緒に釣ったの。イカ釣り先輩と一緒にダイオウイカを釣ったの。手伝ってくれたから一人で苦戦してたら。そう、え、ちょっとこれ難しいんじゃないの？どうかな。みんな誰を選ぶの？誰かな、誰かな。選ばれても嬉しくないけどね。そうだね。イカ釣り先輩やで。イカ釣り先輩、イカ臭がするらしい。はい、というわけでスルメイカの匂いするんだもんね。何、そう、スルメの匂いするから先輩。はい、というわけで選ばれたのはあれ、おや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 、おかしいな。やっぱダイオウイカ釣り上げちゃったから。やっぱりか。はい、というわけでやっぱり告白 OK されたのはおばはなちゃん。あ、嬉しいな、嬉しいな、すごい、困っちゃうな。すごいよ。ということでいきますか。はい、はい、そういうわけで設定的にはちょっと一つお願いしていいですか、はい、ダイオウイカ、釣ったダイオウイカ持って帰るっていう設定で二人で、はい、大変だね。OK、よろしく。頑張る、頑張るね。はい、それではその後、はい、告白後の、はい、イカ釣り先輩とはなちゃんまで、はい、イカ釣り先輩、やっぱりダイオウイカ釣れたから私のこと好きになってくれましたか？先輩の夢がダイオウイカをいつか釣るってこと知ってたので、絶対絶対ダイオウイカ釣るんだって今日決めてきたんです、うん、そしたら
先輩と一緒に釣ることができました。このダイオウイカ持って帰って一緒に食べませんか。フィニッシュ。いや、かなちゃんよかったよ。だけどコメントでね、すっごいいっぱいあったんだけどね、うん、めちゃくちゃ臭いぞダイオウイカって来てダイオウイカって臭いから食べるものじゃないらしいよ。めっちゃ最悪じゃん。だから一緒に食べれない。食べれない。臭いの？え、磯の香り？え、多分そういうものじゃないと思う。え、ない、次の曲腐って食えないぞ。こんなにキュンキュンしないの初めて。イカ釣り先輩になった気持ちだったのに。イカ釣りのステーションがダメだったのかな。そうだね、うん、はい、ね、じゃあということで以上バレンタイムでした。アンモニア臭だって。ハマちゃん、そんな一緒に食べようって言ったらダメじゃん。やっぱいっぱい食べた方がさ、なんか一緒に食べた方がなんかいいじゃない。うん、気持ちが盛り上がるじゃん。まだ初めてのデートだ、うん、あなたの見せ場はまだまだこれからだから。ありがとうございます。はい、続いてはこちら、大場花の好きなところ発表タイム。はい、ルールを説明します。改めて2月4日は花ちゃんのお誕生日でした。おめでとう、ありがとうございます。19歳おめでとう。19歳になりました。はい、ということでコメントプレゼントを募集してみたいと思います。はいはい、このこれですかね。そうです、はい、コメントでプレゼントを皆さん、あのここに書いたプレゼントはすべてはなちゃんにプレゼントされるので、もう何でもいいから書いちゃってください。私に対してプレゼントを皆さんがコメントでプレゼントを書く。そうね、そういうこと。あ、車。え、車。3DS。 3DS。 私 DS しか持ってなかったから本当嬉しい。大ダイオウイカをくれるの？すごいよ。ダイオウイカ一緒に食べようね。チョコミントだって。ありがとう、チョコミント大好き。ちょっとみんなそんな花ちゃんにそんなにいっぱいあげちゃっていいの？金とかある、プラチナとか。マンションとかもらって。羨ましい、マンション好き。マンションもらえるんだって。月？月に行こう。あの、前澤社長になって月に行く？あ、一緒に行く？行きたい。何？たまごっち？たまごっち育てなきゃ。たまごっち育てる。急に下がったよ。急からのたまごっち。バン。嬉しいけどね。次からのたまごっち。ダイオウイカチョコミント味というのが。めっちゃまずそう。めっちゃまずそう。どんどん出てくるね。めっちゃまずそうだけどどうする。え、でもみんなはなちゃんが喜びそうなのちゃんと分かってるね。いや、さすがだね。さすがだね。やっぱダイオウイカが多いね。ハナちゃんが喜びそうなのダイオウイカみたいな。なんかハナの印象がすごいもうダイオウイカにしかなくて。やだどうしよう。すごいダイオウイカなんだけど。どうすればいい？で変えよう。何がいい？なんか何がいいかな。あ、え、宝塚駅。え、宝塚駅なんてある？いただきたい。あるよあるよ。え、あるんだ。そうなんだ。え、初知り。でも今一番欲しいものがファントムのブルーレイなんだよね。ガチじゃん。この間見たやつ。ガチじゃん。今日発売されて。なるほど、そうなんです。あのちゃん、まだ予約はしてないんですか。まだです。あ、じゃあちょっと今ならみんな今なら今しかない。ファントムの、え、ファントム DVD ブルーレイ。ブルーレイ、ブルーレイだそうです。ブルーレイよ。生々しすぎる。生々しいね。ガチだねこれは。はい、ということでじゃあ最終的にねこれがまあファントムのブルーレイかなっていう、ね、そういうことかな。じゃあ花ちゃんもしもらったら史上最強に喜んでくださいね。最高に喜びます。ありがとうございます、はい、おめでとう。たくさんのプレゼントありがとうございました。はい、というわけで、誕生日の花ちゃんの、はい、今からね好きなところを私たち2人と皆さん、はい、ユーザーさんでどんどん行っていく時間となっています。はい、50個行ったら終わりだそうです。50個。私たちも言っていいんだけどファンの皆さんも多分すっごいいっぱい送ってくれるから、うん、 そうだよね、そんな50個もその中で私たちも選ばなきゃいけないでしょ。そっかだから50個は数えててもらえるみたいだけど、うん、慎重に選ぶから。そうだよ、うん、慎重にちゃんと私に対して好きなことしか言っちゃいけないからね。わかった。みんなわかってるよね。好きなことしか言っちゃいけないからね、うん、そうだよ。50個しかないんだよ。だってそうだよ。だからみんなどんどんじゃんじゃん、そう、ね、どんどん書いて。はい、じゃあとりあえず30個ぐらいじゃんじゃん言っちゃおうか。本当にいける、はい、みんなも出てくるの。よーいスタート。太もも。ありがとう。はなちゃんのいいところでしょ、うん、何？深い色が似合うところ。あ、ありがとう。え、嬉しい。よく似合う。あ、本当によく。チョコミントのところ。あ、一緒。ほっぺが伸びる。あ、伸びる、すごい。文章力。ありがとう。文章力。あと字が綺麗。ありがとう。字が綺麗、マジで一番綺麗。一
生懸命表情がコロコロ変わるスタイルがいい。ありがとうございます。ハマ、ま、る気分、盛り上げがうまい。あと二の腕、頑張ってる頑張ってる、二の腕、トーク力、ありがとう、うん、スタイル、スタイルいった、スタイルいった、言うた、あ、手遅れ校舎のパフォーマンス確かに。あと赤抜けた、ありがとう、あのイコラブで一番赤抜けた。最近なんか1ヶ月前の写真とか見ても、あ、なんか1ヶ月でこんなに人間って変わるんだなって思う。努力家、ありがとう。あとこの衣装がマジで似合う。え、それはちょっと自分でも思う。でしょ、髪が綺麗。あ、うん、眉毛、眉毛がね、え、ちょ、あと何個ですか、ったの横顔、まだまだ全然出てない、全然出てないよ、横顔、目力、真面目、あ、握手会対応、確かに無駄にテンションが高い、歌声、眉毛、棒読みじゃない、必死なの必死なの、みんなの拾うのに。あとは何、ショールームの独特な雰囲気、え、そんな独特な雰囲気あったっけ。あと半分だって、ネイル、ネイル、うんうん、ありがとう。あと一途なところ。え、何何？あの宝塚のあの方に一途なところ。靴が脱げるところ。嬉しくないよ別に。靴が脱げるのなんて。AKB オタクのところ。ありがとうございます。メンバー思い。本当？イエーイ。ダンスが上手い。煽りが上手い。確かに。え、ブログ。え、頑張ってる。すごい頑張ってる。すごい頑張ってくれてるけど、もうなんか同じようなのしか出てこない。あとはあとなんか、あと何個、ムーミン愛ムーミン愛ムーミン愛、はいはい、今日タイムリーなとこで言うと、ね、あのダイオウイカが釣れたところやっぱり、あ、いいね、やっぱりダイオウイカ釣れたからね、釣れたところすごいよね。いや嬉しいよ、喜べ、一番喜べ全然嬉しくない、全然嬉しくないんですけど。あ、いよりのお部屋の掃除ができるところ、全然してない、全然してないから、やっぱイカ釣り名人、釣りアイドル、やっぱ釣りドルになる、うん、あ、釣りドル、釣りドル、え、釣りドルってファンの人を釣るっていう、あ、そういうこと、よくない、釣ったことない、でもでもハナちゃんの場合もしかしたらダイオウイカを釣るアイドルのファンになっちゃうかも、ダイオウイカ釣りアイドルなんだよ、今日でそうなっちゃった、なっちゃった、ファンの方釣るのあんま得意じゃないからさ、そうなの、そうなんだよね、あ、え、サインが可愛い、確かに嬉しい、確かにツイートがキュンキュンする、あ、バク転ができるところだった、あ、確かに、やっぱり、うん、頑張ったもん1年間、うん、バク転ね、練習するためにすごい ね頑張ったからね、本当にやっぱ、あと10個、あと10個もあるよ、絵がうまい、 ありがとう、うん、大谷さん、大谷さんさ、うん、なんか感情入ってる、入ってるじゃん、こんなにも、本当に、うん、こんなにも、絵がうまい、絵がうまい、もっと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 、絵がうまい、そんな声出るんだね、頑張った、え、ちょっとなんかはなちゃんって結構あの今このコメント見てると、うん、なんかすごいなんか、うん、最年長メンバーよりもちょっとなんか大人の目で見られてるっていうか、え、何、どういうこと、なんかすごい、どういう意味、どういう意味、どういう意味、なんかそれコメントがいっぱいあるんだけど、確かにね、なんか、ね、なんかエロいって言葉がね、確かに色気の方だね、めちゃめちゃあるんだけど、そういうコメント、確かに、嘘、嬉しい、そんなにある、嬉しい、いや、わかんない、照れてる、嬉しいんだ、嬉しいんだ、あーちゃん、照れちゃう、うるさいよね、全部エロいじゃん、待って、吠え方もエロくて、喋り方もエロくて、踊り方もエロくて、いや、あなた全部エロいじゃん、もうなんか、生きてる、生きるエロい、存在が、やだ、そんなのやだ、だってそういうことじゃん、いや、でもいいことよ、それ、褒め言葉よ、とても本当に、うん、やだよ、セクシー、あ、もちづきエレナ、あ、なんかそれからもうなんかそれにしか見えないみたいな感じ、そうね、すごいよ、さんね、あのデニール、デニールが低いタイツが似合う、ありがとうございます、わかる、なんかゴデニールとか履いてほしい、デニールとかもそれもうもはやもう 何か何も見えないから、なんか影かなみたいな影入ってるかなみたいな、あとなんか、あと何個、あと4個、4個だよ、あと4個、しっかり話を聞いてくれるところ、全然聞いてないよ、聞いてくれたよ、全然聞いてない、あと4個、うん、あと4個、あざといだって、あざといだから、え、どこが、え、どの辺があざといの、どの辺があざといの、はなちゃんはツイッターの一言があざとい、お、あら、一言、
あざとい、いいあざといな。本当に。あ、わかる。昨日のツイートとかも、こう、なんだっけ、おとなしいから攻略できないよみたいな。みたいなとか、なんか、なんか、冬限定だよとか。わかる。いや、わかるわかるわかる。なんか、ちょっとだけよみたいな。ちょっとだけねみたいな。そう、ちょっとだけみたいな。ちょっとだけ、ちょっとだけ。そうそうそう。だから私ツイッターにポエム書くことが趣味なの。そうなの？そう、だから写真に一言でポエム添えてるのいつも。あ、そういうことね。あれポエムなの、ね。ポエムなの、あれ。あれポエムというほどの長さじゃないから。確かにね、あれポエムなんだよ。だから見んやん、みんなの写真にもポエム添えてる。絶対した。絶対ちょっとだけとかツイートしてないのにさ。出たよ。ミリニャの口から出るちょっとだけよが史上最強に面白い。なあ、めっちゃ分かる。それあなたでしょ。ミリニャも今度やって。ちょっとだけよ。いや、言いませんから。めちゃめちゃ面白いんだけど。やめてちょっと。本当に面白い。しんどい。全くもう。瞳もツイートしようよ、ポエム。大丈夫。瞳のポエムツイート見たことないもん。確かに。え、しよう。やだ。なんでよ。夏だねとか。そういう一言って、そうです。あ、それミリニャ考えてくれたんだよ。そうだ、そうで。使っていい。そう。あと2個、あと2個、あと2個あった。あと2個だって。あと2個なんだろうね。あと2個なんか。あと2個何も出てこないよ。水の飲み方だって。水の飲み方どういうこと？いつ見る？一回飲んでみて。水の飲み方っていつ見るの？MC 中この。お、飲んでるよ。あ、え、待って、確かに花ちゃんそうやって飲む。え、何何何。なるほどね。何何どうやって飲む？バブちゃんなの。え？口がね。ちょっと横向いて飲んで。この部分がバブバブなの、マジで。確かに、本当によく知ってるね、みんな。なんか普通さ、めちゃめちゃ意味わかんない。ここがなんかムって出るから、え、普通の飲み方ってなんじゃらほい。いいよ、そのままで、知らなくていい、うん、なんでよ、なんでよ、なんで教えてくれないんだよ、はい、ラスイチです、ラスイチ。ラスイチ、絶対出てこんしょ。何がいいか、何がいい、締めて、締めて、最高、ね、最高級の褒め言葉で締めて。あ、悩んでる。悩む。鼻詰まってきた。はいはいはい。じゃあ2個言う。じゃあ、はいはい。サングラス部部長なところ。そうですね。いやいや、リアクションしにく。そうですね。最後の最後、ね、そうでござるなって感じよ。いや、もう大丈夫です。もう終わりです。50個ですよ。でも確かにサングラス部部長ですもんね。部長なんですけど、今冬なんで活動してないんですよ。どうでした？50個行ってもらって、いいところ。いいところ、うん、なんかもう大王以下しか覚えてないけど、どうする。え、私もぶっちゃけちょっと、あ、私ちょっとだけしか覚えてない。なんで、私も本当に大王以下がすごい強くて、なんか他のことがなんか何にも入ってこない。面白すぎる。なんか最強に面白かったです。よかった、ありがとう。あっという間だったね。ね、本当？本当にあっという間だった。あっという間だったよ。嘘です。だってまだ言い足りないもん、ぶっちゃけ。絶対嘘です。言い足りないよ。はい、じゃあそれではね、エンディングです。はい、あっという間にエンディング。はい、あっという間なんですけれども。早いわね。どうだった？どうだった？あっという間だったね。確かに早かったね、うん、なんかさ、すごいなんかベラベラ喋ってたらさ、なんかこの3人は初めて、うん、そうね、の感じだったけど、うん、楽しかった。楽しくできました、うん、あ、じゃあ告知をさせてください。じゃじゃん。はい、このさ、じゃじゃん、このこれ何なの？何このバランスの悪さ。何なんか文句。私が一生懸命心を込めて書いたの。どこが？ねえねえ、どこが？何倍ぐらい漢字で書けなかったの？あえてだよ。え、なんか船みたいに書いてない？え、これは一般発売、あの何々倍の一般発売。方言的な倍だから。そっちね。そう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 。だからみんなが、あの告知って結構流されやすいから。確かにね。告知をみんながちゃんと聞いてくれるように。なるほど。あえてね、いきますよ。はい、2月23、24日にある銀河劇場の私たちの定期公演ですが、はい、明日、はい、朝、はい、10時から、はい、一般発売。一般発売です。まだね、チケットないよって方、はい、ぜひお申し込みくださいませ。こっちのね、24日には、姉妹グループが初めてお披露目になりますが、23日にはね、私たちの公演が、はい、2回公演ステージがちょっとあのね、あるのでね、はい、どっちも来てよろしくお願いします。思います。お待ちしております。
お願いします、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 ね、待ってます、はい、お願いします。あとはこっちかな、あ、なんか書いてない、あとはそう、2月ですね、2月16日にファーストコンサートが私たちあるんですけど、はいはいはい、そのグッズがですね、チケットの販売終わってしまったんですけど、チケット持ってない方でもグッズをゲットできたようなので、そうなんですよ、ぜひチェックしてみてください。かわいかった、はい、新しい一番くじみたいな、うん、あ、あったくじがね、あ、そうなのね、みんなさ、クリアファイルにさ、イラスト描いたんだよね、あ、あ、私の本当にセンスいいから、え、どういうの、覚えてる覚えてる、ちょっと楽しみにしてて、わかった私読んだらんけど、はい、それでは、お待たせしました、はい、それでは、今から、はい、プレゼント当選者を上位10位の中から1名だけ抽選で決めていきたいと思います。はい、それではランキングを発表させていただきます。これ変わっちゃったらどうするの、早く読もう。10位、とりあえず松明さん、松明さん、9位アッキー、アッキー、8位しげとらさん、しげとらさん、7位が見えないセスイ、セスさん、6位マークマさん、マークマさん、5位ナオさん、ナオさん、4位高橋テイトさん、3位ヒロシさん、ヒロシさん、2位が先日誕生、あ、ヤマさん、ヤマさん、花丸、ヤマさん、ありがとうございます。1位がひとみんだから多分金ちゃんですね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあこの中から抽選で選んじゃいますよ、選ばれちゃうんですよ、ボックスの中から誰だろう、現れちゃうよ、誰だろう、なんだこれは、はい、なんだこのボックスは、なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、うん、ギリはい、というわけでこれは私が引いちゃいますよ、お願いします。さあ誰になるでしょう、ドキドキ、じゃんじゃん、はい、この人、はい、出てきた、何番かな、何番かな、いきます、せーの、おお、5番の方です、なおさんです、なおさん、おめでとうございます、おめでとう、おめでとうございます。ということでね、私たちからのスペシャルプレゼントお待ちくださいませ、お待ちくださいませ、はい、はい、あ、そうですね、5位だったなおさんは、はい、ショールームにログインした状態でトップページの一番下にあるお問い合わせに ID を記載し、はい、メールをください、お願いします。トップページの一番下にあるお問い合わせに ID を記載しメールをください、はい、30日以内に連絡を取れないと無効になってしまうので、うん、ご注意を、お気をつけ、番組スタッフより返信がいくそうです、はい、プレゼントが届くまで名前は変えないようにお願いします。いや、なんかガチだね、そうだね、ガチだね、本当に、なおさん楽しみにしててください、おめでとうございます、素敵なメッセージを書きます、ね、10位以内にいてくれた方も惜しかったですか、ありがとうございます。はい、というわけでイコタイム本日はもう終わりです、はい、早いものですね、これはやらないんですか、お願いタイム、あ、やらないですか、わかりましたはい、それではですね、来週の放送はいつも通り、あ、これ通り、来週の放送は2月19日、私の誕生日から1ヶ月が経ちましたね、火曜日の19時からです、はい、はい、イコラブの配信を見逃さないためにも、はい、右上のハートマークを押してお気に入り登録お願いします、こっち、お願いします、こっち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 、お願いします。メンバー全員個人配信もやっているのでね、ぜひ見に来てください、はい、お願いします。というわけで、ほら、来週のメンバーを、メンバーをじゃあ右上から3人、誰が出るか、3人、サナー、モロハイサナーズ、じゃん、2人目、あ、畑さんの、サナの、最後は、最後は、うわ、すごいこの配信やばいね、やば、ここに入れとこう、そうだね、ここに入れとこう、どういうこと、この間に入れとこう、そうだね、間に入ってもらう、仲介役にしてさせよう、はい、そうね、はい、というわけでこのね、3名がすごい配信になりそうな感じですね、はい、はい、というわけで最後にお願いタイムです、はい、まあね、前回のメンバーからバク転がちょっと反省していただいて、ね、でもさ、私たちもさ、なんか無茶ぶりしたくない、なんか無茶ぶりにしよう、何がいいと思いますか、何がいいかね、何がいいかね、なんだろう、なんかできなくはないけど、無茶ぶり、そう、座りながらできる、できるものの無茶ぶり、ダメだよ、そんな、ね、キスなんて、キスなんてダメだよ、ダメだよ、やめよう、ダメだよ、よくないよ、なんだろう、タバスコのみ、みんなの大好き感忘れてほしい、そうだね、来週まで持ち込むのも違う、そうだよ、ダメだよ何がいいかね、
だろう、何がいいかね。なんかもう告白とかじゃなくて、あ、アカペラ、あ、いいんじゃない、アカペラいいんじゃない、歌うまいしね、3人とも、うん、アカペラ、何歌ってんの、アカペラで、アカペラで、何がいいかな、オリジナルソング、オリジナルソング、イコタイムのテーマソング、あ、いいじゃん、いいね、それそれぞれ3人が考えた、そうそうそう、よくない、めちゃめちゃいい、いい、イコタイムの、イコタイムのテーマソングを歌ってもらう、それぞれ歌ってもらう、決定、そうしよう、え、それが本当になんかなんかさ、ソングになったらいいね、の確かに、いいね、毎週それかけ、え、いいよ、かけよう、かけよう、めっちゃいいね、それちょっとめっちゃ来週楽しみなんだけど、いい、ね、だってサナはもうめっちゃなんか上手そう、 ね、即興で作るのもなんかみんなうまそうじゃないだね。はい、じゃあということで次回のメンバーへのお願いは、イコタイムのテーマソングを歌ってもらう、はい、お願いします、決定です、はい、皆さんはこのお願いを次回の放送の時にメンバーに伝えてあげてください、はい、お願いします。それでは本当に今週のイコタイムが終了となります、さようなら、はい、すごいもう結構伸びちゃった、 あとさ何80人ぐらいでさ1万人いくんだけど、本当だ、行ったら終わりましょうね、あとありがとうございます、あとちょっと、みんな、じゃあケーキ食べる、食べる食べる食べる、え、はなちゃん今日すごい大活躍だったから、これこれ、え、すごい、いただきます、はなちゃんだよ、ちゃんとね、かわいい、ホワイトチョコ、あら、わかるよそんなの、わかる、あっ、危なかったね、無事でした、かわいしいわね、あ、1万人行きましたということで、はなちゃんがね、チョコを落としたと同時に1万人が行ったということで、ありがとうございます、今週のイコタイムは終わりとなります、はい、はい、です、ということで以上、イコールラブの高松ひとみと大谷えみりと大場花でした。